にしないマタギの伝統文化を継承します。西目屋村では熊の肉を使ったジビエ料理の提供が始まります。西目屋村では農作物の被害対策として熊を捕獲し処分していましたが、マタギ文化として食べられてきた熊肉を有効活用するためジビエ料理として提供することになりました。今日は報道陣向けに説明会が行われ、およそ10種類の熊肉料理が紹介されました。こちらは西目屋さんのそば粉を使った熊そばです。全然臭みがなくて思った以上に柔らかいです。とっても食べやすいお肉ですね。このお肉にお蕎麦のつゆの味がぎゅっと染み込んでいて非常に美味しいです。洋風料理も考案されました。西目屋村のトマトを使った熊シチューです。熊シチューはとても色鮮やかです。あ、柔らかい、すごい、うん、ホロホロ感が出てますね。熊肉とこのトマトベースのこのシチューというのも意外な組み合わせなんですが、とってもよく合います。白神山地で育った熊、まあ、捕獲した熊を味わっていただき、観光の起爆剤になればいいなと思っております。白神ジビエ料理は22日からブナの里白神館とアクアグリーンビレッジアンモンで、26日からは道の駅津軽白神でも提供されます。